具体的に言うとどういったタイトルに関わられたんですか？ファイナルファンタジーの7リメイクのインターグレードというはあ、お世話になっております、はい、ありがとうございます。一番最初にこのスクエアエニックスに入られて、携わられた作品っていうのは何になるんですか？それはあれですね、キングダムハーツというシリーズがあるんですけど、はい、そちらの2の時にちょうど僕入りまして、はいはい、それが最初にクレジットしていただいたタイトルなので。ほう、キングダムハーツの2っていうとディズニーであったり、はい、ファイナルファンタジーであったりとか、こういろいろなところとのなんていうんですかね、お話が必要やったと思うんですけれども、大変じゃなかったですか？そうですね、もうその時本当入ったばっかりだったので、はい、本当にあの上司の手伝いみたいなことしか、はい、やってなかったんですけど、でも本当にその当時上司本当超大変って言ってましたね。特にじゃないですけど、キングダムハーツシリーズはっていう印象を今僕受けたんですけど。そうですね、やっぱ2といえば宇多田ヒカルさんにはあったんですか？ああ、でも僕もう入った時終わってました、その収録。ああ、残念ですね。です後半だったんで。まあキングダムハーツといえばという感じなんですけど、下村さんはどういうマネージメントとかあるんですか？そうですね、下村さんのマネージメントというか、僕と一緒にその川森というスタッフも一緒にキングダムハーツやることが多いんですけど、はい、まあ、川森が下村さんとの間に入って、まあ、こういう曲でこういうレコーディングが必要だよねみたいな話がまず始まって、はい、まあ、じゃあアレンジャーさんどうしようかねって話になり、でこのアレンジャーさん交えて、じゃあこういう曲だから、じゃあこの楽器いるねって話になって、でじゃあいつ撮ろうかみたいな話になって、まあ、大体オーケストラとかが多いんですけど、まあ、じゃあオーケストラ収録がいつあるんでいつまでに曲上げてくださいみたいな話で、大体忙しかったりすると落ちちゃったりもするんで、はい、ちょっと遅くなったんでってアレンジャーさんと調整したりとか。そうですよね、はい、やっぱり作品ができないことには動かないっていうスケジュールもありますもんね。そうなんですよね、どうしても作曲家の人ができないっていう場面も多々あったと思うんですけど。いやー、でも本当最終的にギリギリなんとかして間に合わせるみたいな話が多いですかね。一回やったのが、その前にその下村さんが出張に行く予定があって、はい、飛行機乗るまでに曲を上げたいって話はしてたんですけど、はい、あのどうしても間に合わんみたいなことがあって、はあ、出張先で曲書いてもらったケースはあったりしました。そうなんですね、はい、それもどうしても間に合わないから。そうでしたね、そうだから現地で鍵盤とか調達するって言ってましたね。はあ、なるほど、そういうことですよね。ご自身の仕事場、はい、仕事できる環境とは違うところで、そうですね、はい、作曲をされるっていう